にちは。今回の質問は、なかなか手法探しの旅から卒業できませんという質問ですね。なんか一個の手法をやってみてなかなか勝てないと、そしたらまた次の手法で、それもやってなかなかうまくいかないし、でまた次の手法に行くっていう、そういうのをこう繰り返してしまうっていうことですよね。なんとなく違うなと、ひたすらね手法を見直すみたいな、勝てなかったら手法を見直すみたいなのはなんとなく違うなと思ってても、それをやってしまうんだという質問をいただきました。どうしたらいいですかということですね。で、まあ、これはこの動画見ていただいている方の多くはね、多分分かる、知ってる方多いと思うんですけど、まあ、結構これが初心者の人が陥ってしまう罠なんですよね。しかし僕も見事にハマってまして、トレーダーになり始めた当初、とにかくもう本読み漁って知識学びまくったんですよね。まあ確かに最初はほら、何も知識がないとどこからやっていいかとか、何を取っかかりにしていいかとかっていうのは確かに分かんないんで、まあある程度知識は入れなきゃいけないんですよね。まあ、その時にどこかしらからねずれていくんですよ。要するに学べば学ぶほど、知れば知るほど答えに近づく、勝てる、勝ち続けるトレーダーに近づく、トータルプラスに近づくっていう勘違いをして始めちゃうんですよね。知識の量と勝てる勝てないっていうのはまあ全く関係ないっていうことですよね。やっぱその手法ジプシーになってしまう人っていうのは、まあ、根本的に何がこう足りてないかっていうか、どういうところをこう改善していかなきゃいけないかっていうと、これはねちょっと聞いたらうってなるかもしれないですけど、まあでもね、これは乗り越えなきゃいけないところなんですよ、結局ね、最終的には。ね、手法ジプシーの人は結局こうどういう旅をしてるかっていうと、こう点々と点々としていくわけですよね。まあなんか自分探しの旅みたいなもんですよ。なんかよくほら、自分探しの旅でなんかインドに行ってきましたとか、どこどこに行ってきましたとかっていう、こう旅好きの、ね、人っていらっしゃるじゃないですか。で、大体そういう旅をする人って最後に行き着く結論と同じなんですよね。それは何かっていうと、結局どの国に行っても本当の自分には出会えなかったってことなんですよ。っていうことに、いろんな国に行って転々とすることで気づくんですよね。で、これはね、まあ、手法ジプシーも全く同じで、いろんな手法をあれこれあれこれやってみる、試してみる、次こそはこれで勝てるんじゃないか、次はこれで勝てるんじゃないか、いや自分には移動平均線向いてないからフィボナッチだったら勝てるんじゃないかとか、いやフィボナッチもダメだからボリンチャーバンドだったらいけるんじゃないかとか、そういうふうにこう次から次へとやり方をこう変えていく、行った先に結局気づくのは何かっていうと、あ、答えってそこにないんだなってことなんですよね。別に手法がうんぬんって話じゃないんだこれは、ということにどこかで行き着くんですよね、そういう答えに。そこが問題ではなくって、何かっていうと、自分自身の在り方、向き合い方とか、思考の癖とか価値観とか、落ち込みやすいパターンとか、失敗しやすいパターンとか、手癖とかですよね。そういうのが問題なんだなっていうことにまあ気づくわけですよ。そもそもその手法ジプシーになっていろいろ試すんだけど、その通りにできないんですね、大体ね。じゃあこういうふうにトレードしたら勝てますよってなった時に、大体その通りにできないんです。みんな自己流を入れちゃうんですよね。自分の感覚を入れちゃうんですよ。こういうふうに教わったけど、まあいいか、ここをちょっとこうやって変えちゃえみたいな感じで、自己流にどんどん変換していって、気づいたら何やってるか分からなくなってるってことなんですよね。ということは、まず気づくべきは、そこの自分の物事との向き合い方なんですよね。例えば人から教わったことを、ちゃんと忠実に、素直に実行してるのかどうかとか、あとは、うまくいかない時の自分の負けパターン、ですよね、をちゃんと認識しているのかどうかですよね。こう自分が追い詰められた時についやってしまう癖っていうのがあったりするじゃないですか。例えば逆行されて、なんかこうちょっとパニックになって感情的になって、そういう時に毎回損切りをずらしちゃうとかね、ちゃんと決めたところで切れない、で結局ズル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 引かされてバーンって吹っ飛ばすとか、こういうとってトレードでそういうことをするってことは、日常でも同じようなことをやってるってことなんですよ。例えば、なんか不都合なことが起きた時にそれを隠す癖があるとか、問題をうやむやにする癖があるとか、なんかね、嫌なことが起きた時に向き合わないとか、全然違うことを考えて逃げちゃうとか、家に閉じこもるとか、音信不通になるとか、とかね、そういう癖があるんですよね。昔ね、僕もあったんですよ。一社目の会社で利益吹っ飛ばした時に、怖くなってなんかね、逃げ出したんですよね、その時ね。で、会社からめっちゃ電話かかってて、携帯がちょっともう常になってるような状態ですよね。あ、でもこれ良くないなと思って、いや、これ人としてダメだよなと思って、怖かったですけど、翌日会社に行ったんですよね。で、まあそこで、はい、解雇ね、というふうになったんですけど、そういう自分の、こう心の弱さとか物事との向き合い方っていうのがもろにトレードでは出るんですよ。だからそれって手法を変えたら治るもんじゃないんですよね。別に手法を変えたら治るもんじゃなくって、まずは、あ、自分ってそういう癖があるな、そういう逃げ癖があるなとか、そういう
運はあるよなっていうのをまず自分で受け入れられるようにならなきゃいけないんですよね。それが自分自身と向き合っていくっていうことなんですよ。そしてそういう自分も許していくってことですよね。それをなんか無理やり克服しようとしたり、まあちゃんと向き合うことは大事ですよ。で、克服できるんだったらした方がいい。でも 100% は無理かもしれないじゃないですか。だからそういう自分も受け入れた上で、そういう悪い癖が出た時は一旦やめる、一旦取り出し切り直す、一旦流れが変わるまで待つっていうのをやるってことなんですよ。それができるだけで自分のそういう悪い癖に振り回されにくくなっていく、自分の感情に自分自身がねぶらされにくくなっていくっていうことなんですよね。だからね、まずね、その初心者から抜けていくっていうのはこういう部分とまず向き合えるようになっていくっていうところですよね。で、本当の答えっていうのは外にはないんだっていうことをちゃんとその頭じゃなくって自分の身をもってそれを体感するっていうか感じる、知るっていうことですよね。それだけでね、多分ね、トレードとの向き合い方とか実際の結果もトレードのやり方も全然変わってくるんじゃないかなっていうのは思います。はい、ということで、ぜひね、日常の自分ですよね、日常の自分の行動とか人との向き合い方、関わり方、物事の捉え方とかずれてないかとか、なんかおかしくなってないとか、それがトレードで悪い風に出てないかとかっていうのをまずはこう認識していったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。